演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、グリコのジャイアントコーン生キャラメルを食べたいと思います。あー、ジャイアントコーンにね、こういうフレーバーあったんですね。最近はいろんなアイスでいろんな商品やってますね。ではどんな感じなのかな。おお、ジャイアントコーンおなじみのこの表面いいですね。飾りじゃないよ、トッピングがいっぱいあって、でキャラメルはこの中に入ってるみたいですね。ここからじゃ見えないか、でも見せるのは難しそうなので、もう食べちゃいますね。いただきます。このキャラメル本当にすごいです。もっといっぱい食べたい、そう思えるもな。これこの絵に描いてある、ちょっと見えにくいですけど、このソースの部分はちょっといきなり食べてしまいましたので、ちょっと見えなかったのですが、確かにキャラメルの風味はしっかりありましたね。アイスで冷たいと甘さを感じにくいのですが、このアイスは本当にキャラメルの甘さは最初からふわっと広がってきて、キャラメル上のトッピングのザクザク食感が非常によく合っていました。食べれば食べるほどキャメラメルの濃厚な甘みがどんどん広がってきて、最後までキャラメルを堪能するだけでとっても美味しかったです。本当濃厚ですね。下手な生キャラメルよりよっぽどこちらの方がキャラメルを感じることができるかもしれません。というわけでこちらのテイストとやった説明だからこちらの点数とさせていただきます。まあ手でもいいんですけど、なんか最近手でことが多くなっちゃってたかな。ではおぼろ月よシンデレラ待って上がるのは、シンデレラの魔法が解けるまでにおぼろ月は上がっちゃうのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。